さあやってまいりましょうか。バーン。オハゼル。まあ、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたらと思います。いや、ちょっと待って、バーがバーすぎたから、もう本当に今ちょっと一瞬で飲んでやられちまった。本当に失礼しました。はい。もう開始、あ、ちょっと待って、あれ多分切れて、あ、しまった。あれ間違えてた。うん、普通に。なんだっけ、スキルセッティングを間違えてた。シンプルに、あれだね、もう本当暑い日が続きすぎて、もうね、この会話にもね、ちょっと熱がこもりすぎて、汗がすごいっていうね。うん、前回パートはもう本当にもうみっともないというか、まあ、おっぱいがいっぱい揺れまくったっていうところだけは評価していただきたいポイントではあるんですけれども、もうマジでね、これ以上にないおっぱいの乳揺れ具合だったから、そこはぜひね、前回パートを見ていただけたらと思うんですけど、いや、それにしても本当に、ね、死にすぎ。うん、マジで。もう、でも、武器じゃねえや、攻撃パターンって攻撃手段が、ああ、来た。攻撃手段がね、もうほとんどない中でね、あんなね、なんだっけ、あいつ、なんか変異して、ゴリラのゴリラみたいな感じのやつ、ゴリラのゴリラってなんだみたいなやつがさ、あんな風に出てこられたから、めちゃくそねえ、もう対抗手段ない。てか、あいつそもそも電撃食らうのっていう話だもんね。で、ここでエリー巻き、コカーキエリーが出てきてるけど、まあ、こんなやつはね、もう、電撃ビリビリでもなんとかなるべやっていうところかもしれないですけど、いや、あんなゴリッチューが出てきたら、まあ無理だよ、ね。ね、メダルみたいねって言うけど、軽く言うけど、それが一体何なのかって、ドゥエイっていうことで、まず把握してみて、ああ、もうさあ、柱に塞がれてる。ということで、まあ、最初のメニューを大田ということで、まあ、そんな本です。わあ、また仲良くなった、頑張ってね。めっちゃ太いこと。まあ、人間に頑張りゃなんとかなるよね。こんなんはい。で、まあ今回はね、前回ちょっと全くね、パートの中で触れることもなかったけど、まあ今回何を目指してるかっていうと、シンプルにね、エンブレム頑張って貯めましょうっていう回ですね。エンブレム頑張って全部集めて、これはいらない。あ、いらないのに拾っちゃったよ。そう、頑張ってエンブレム集めて、で、その、集めたエンブレムで、まあフィギュアとかね、アーカイブなんかっていうのを皆さんで堪能しましょうぜっていうことを今目指してやってるっていうことですね。はい。パン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 。パンパンって言うとね、もうエロい人はね、もうあれのことしか想像しないと思うんですけど、それは俺だもんね。俺も一緒だって。うん。っていうことなんだけども、今回どうしよっかなぁ。どこまで進められるか。まあ、とりあえず、ジェイク編の時には、アイテムを全部集め切って、で、武器も、全部集め切ったっていうところがあるんですけど、シェリー編でどうしてもやり直しちゃうと、その武器がね、ゼロからの武器になっちゃうっていうところがあったので、めっちゃなんかもうみなぎってきてるわ。あれとか落とせんのかな、ね、乗りプラプラプラって。うわ、走って乗ってる。いやー、エッチー。そんな、乗り方のエッチー。ということなんですけれども、まあ、そんなことも言いながらね。はい。で、ここは特にできない。なんか、ダクトみたいな感じの顔のやつがいるね。とか、ここどんな、誰が住んでんのっていう話やな。こんなところに、ね。多分、でも、ファミリーのなんかなんやろな。ファミリーのなんかで、ちょっと、なんていうの、で、なんかここにシモンズが住んでるって感じはしないもんね。さて、そう。で、よいしょ。まあ、そんなことはいいというところで、私ってか、結構ね、メダルを集める枚数が確かね、俺の記憶だと16枚だったと思うんだけど、そう、10枚集めればとりあえずクリアではあるんだけど、16枚集めることによって、ここにある隠し武器っていうのも手に入れられますと。ただその、ね、全部集めるのって非常に大変だっぺやっていうところなんで、果たしてそれをね、取り切ることができるのかっていうところがね、まあ、それを、まあ、取り切ることはね、多分、そんなに難しくないというか、まあ、ね、激しく、なんか逃げてったりとか、激しく、あ、間違えた！なんでそんなところでギャッツビーを振りまくんだ、お前全然ギャッツビー振りまくほど汗かいてないでしょ。しまったー。そうだそうだ。構えてたらあれだよ。クリックボタンでギャッツビー振りまいちゃうんだったら間違えちゃった。しまったな。なんでギャッツビーやっちゃったんだろう、ね。とりあえずね、ちょっとね、まあどうせ無限武器があるんだからっていうね、安易な考えのもとにね、持っている武器を、持っている、その、有限の武器を、ね、もう、遠慮なく使っていきましょうぜっていう、そんな感じで進めているというところでございます。はい。なんでこんなね、いつも謎になんかちょっと丁寧な、ね、やつをやってるんだっていう話なんですけど、まあそんなことはね、うん。丁寧な謎の敬語を使っているということなんで、まあそんなことはね、はい、やっていきましょうということですね。はい。さて、
オッケー。で、メタルを手に入れたけど、はいらないので、うん、オッケー、オッケー。さて、ここで取れそうなアイテムはもう大体取り切ったから次進んでって OK だから、もうメダルが4つある時点でね、次のステージへ進めますってとこなんだけど、こっちは別にパーって言ってました。あー、なんかもう既に敵がもうやらしくなんかこっちを向いてるってところですね。はい。で、ここで取って、あー、また来るね。来るね。はい、ウェルカム、いらっしゃい。で、拾い忘れっと。あ、なんか、ちょっと待って、生きてる。あ、違うわ。ああ、違うわ。え、なんだ。なんだ、ただ、紀元前に戻る。はい、オッケー。で、違う。生まれた瞬間に、チュドン。で、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 で。これでなんとか。タタ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 全人類じゃねえ。祖先はもうなくなったよっていうことを言いたかっただけですけどね。はい。で、あれ、待って。うわ、一撃で進化しやがった。え、しかもすげえ。秒で進化した。あんなことあるんだ。まあいいや。ドン。ケイ。え、あいつなんか寝てるぞ。ちょっと、ジェイクもさりげなく攻撃してる。ジェイクの攻撃もさりげなく当たってる。ほいほい。でもあいつあれなんだね。敵がいなかったらおとなしいんだね。かわいいやっちゃう。で、なんか人間がいると、やっぱ、興奮して走り回りたくなっちゃうべーっていう、そんな感じなのかな。で、no kidding. こんな金のかかった。I never saw anything outside the one crappy room they had me in. まあまあ、ねえ。だってファミリーは、あれ？アメリカ政府っていうか、アメリカ国家をね、裏で牛耳ってるような人たちの集まりだからね。そりゃ金はあってるよ。まあ、金は持ってるってね。まあ、何で言って、どうやって資金調達をしてるのかだけは謎かもしれないけど。で、こっちは、あ、そか、あれか、オープンセサミしてから来るのかな。で、メダル拾って、あ、もう知れっす、あと10枚集めるよ。なんかクリアだなってる。うわー。ヤシの実1本、玉2つになってる。で、とりあえず、まあ、とりあえず、まあでも、瓶が、ね、つながったところで何かオープンセサミするわけじゃないか。とりあえず、まあいいか。では、まあ、ジェイクなら読めるか。え、ジェイクなら読める。ジェイク読めたらさ、ジェイク読めたら、なんかいろいろ堪能してて、あれなんだよね。メダル3枚で西側。あ、これジェイク、あ、なるほどね。ジェイク読めてんだ、本当に。すごいな。そっか。これ、ジェイク読んでるって設定だったんだ。そう考えると、ジェイクって、中国語も読めるしさ、だって、この後、まあ、披露しないわ。披露できないんだわ。うん。ピアノもめちゃくちゃ上手に弾けるしさ、何でもできるよ。え、ガチのスーパーマンだった。で、こっち行こうとすると敵が出てくるっち？まだっち？ヨーグルッチが好きなのは神崎君。あ、なんかいたね。なんか声がするなというか、なんか物音するなと思ってたけど、なんか実は隠れてたんだ。あ、ちょっと待って、なんか今なんか黒いのが走ってたよな。走ってなかったよな。こっちでも進んでいくと、あ、違う、黒いのあれか。ジェイクか？本当に？まあいいや。とりあえずじゃあこっち入っていきましょう。で、あ、ちょっと、何してんのお前。まあ、女の子にさ、そんな汗臭いからと押し付けるダメよ。It was the same thing I went through after Raccoon City. It was just as shitty the second time. 敵がものすごい勢いで出てきそう。あと、オッケーで入った。いなかった。でん。あ、やった。グリーン、ハーブ。え、あれ、拾う？あ、拾ってくれた。え、あー、ここ。で、これで全部。よし。でん。オッケー。あ、やばい、後ろから、あ、じゃあ、みなぎってる。ふっと、ケイ。今のあれだね。過去の実況からすると、みなぎってるの言葉の使い方のタイミング多い間違ってたけどね。あ、うん。あ、よし。いいね。なんかこういうおしゃれなところで、なんかビリヤードとかしながらさ、女の子はべらせたりとかしてみたいのに、あ、いた。インタクトみたいなやつがいるな。うん。さて、よいしょ、頭出せうい、ダメよ、私の彼氏に手を出しちゃどうなるか分かってんでしょ。やった、メダルだ。オッケー、ほい、お目目パッチリ。あいちした結果、オッケー、あいちね。おお、なんだ、あ、え、そうだったん、え、そうなんや、拾う動作中の攻撃を受けても大丈夫やったんや。ということで、お披露しましょう。じゃん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 、かわいいね。
この野郎、演奏中にそんなことしたらダメでしょ、お前。お前ね、リストかって本当にもう。知ってるリスト、リストだったっけ、なんかあの、その、ピアノを弾いている最中に、もうなんかあの、あまりにもそのリストっていうピアノ、ピアニストが、あの、音楽家かな、かっこよすぎて、なんかもう失神する人が続出したみたいな、そんな話があったりとかするんですけど、そうそう。で、その失神した人たちがいたりとか、なんか、あの、汗を流したら、その汗を小瓶に入れて、なんか持ち帰ろうとした不届き者がいるとかね。だから初めてその音楽家って、普通はなんかピアノとかを、あの、まあ、ピアノというかその演奏を、まあ、商品として提供するっていうのは普通だったんだけど、まあ、なぜかね、あの、その、あまりにもそのイケメンでかっこよすぎて、あの、演奏だけに飽き足らず、なんかもう、ありとあらゆる方法でちょっとリストと触れ合いたいっていう人がなんか生まれちゃったせいで、初めてその、いってーって、なんでなんだ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 うん、なんかあの、初めてその音楽家としてファングッズっていうものが生まれたっていうね。だからそのジャニーズとか、アイドル、ジャニーズ系とかさ、アイドル系のやつでさ、そのファングッズとかがあるじゃないですか。あれの元を立たせばそのリストっていう音楽家が、原点になるというところらしいですね。うん。まあ、ちょっとリストが何年くらいの人だったかって、ちょっと今、パッと言ってたら、恐縮なんですけど、はい。ということで、まあ、音楽は何でもいいから、とりあえず一曲弾き切ればメダル届きにするよっていう、すごい優しい仕様ということでね。まあ、これでもトータルで10枚集まったから、とりあえずね、実はもう次の方進めるんですけど、やっぱ武器が必要ということなんで、お顔出してもう、潜れた時みたいになってる。あーちょ、ジェイク、おめえの頭を叩くために私は銃を構えてるんじゃないの、バーン。バーン。オッケー。さあ行こうか。で、まだ敵は出てくる。そんな気配はなさそう。痛い。ね、海外の映像なんかとかでさ、よくさ、あのガラス窓をさ、ガラスのドアをさ、こう、ゆっくり、丁寧に開けたつもりでも思いっきりバーンってね、あの、なんか、弾けて飛んでっちゃうみたいな、そんなのがあったりとかするよね。さあ、このピンク色っていうのがね、もうなんか化学調味料いっぱい入りまくってるっていう感じがして、本当に非常に怪しいよね。なんか美薬でも突っ込んでてさ、ここにな、エロイシリガン。エロイシリガン。違う、そう、それが言いたかったじゃなくて、エロイシリガン。本当好きで最高だよね。やっぱ旧バイオ作品出てくるキャラって、もうみんなスタイルが最高なんですよ。ジルしかりさ、クレアしかり。で、まぁ、ちょっと控えめなおっぱいでも、やっぱスレンダーさを出すね、あの、レベッカとかさ、エイタとかさ、そこら辺がいいんだけど、まぁ、昨今のなんとかコレクションみたいなね、なんとかこれのせいでさ、どんどん規制がかかってさ、もうミアとかも残念な感じになってるじゃないですか。いや、ミアはその、バイオ8はすごい可愛くなったけど、なんかね、違うんだよ。違う。男が求めてるエロスは、ああいう感じじゃないっていうところがね、正直ぶっちゃけあって、人妻になっちゃったしね。なんかいろんな作品がね、女性キャラ、まあヒロインキャラで出てきてるけど、人妻になってんの？その、ミアくらいか？だって、ね、シェリーも結婚してない、クレアも結婚してない、やばい奴が下を走り回っている。で、生まれそうになってたら、ちょっと待って、早く待って、早く誕生して。どうぞ。でーん。出しちゃったけど、まあそんなことは覚えてる。でーん。Okay, thank you. いつ、ラジバンド、ね、っていうのがあるからさ、もう本当にね、ちょっと前だけどさ、2ヶ月くらい前か、あの、リトル・マーメイドの作品でもさ、その、あの、アリエルの役を黒人が演じたっていうのでさ、まあ、実際はなんか映画の評価自体はなんか公開直後なんかっていうのはすごく高かったっていうなんかニュースとかも見たけど、まあ、実際さ、なんか無理してそういうのをさ、登用するのって良くないと思うんですよね。だから、なんかマイノリティのために、そのマジョリティが消されていくっていうのは、これ逆行してるっていう気がするんですよね。その別にマイノリティを排除しろとかっていうわけじゃなくって、無理にそっちに合わせる必要ってあるのっていう感じがするんですよね。もちろんそのマイノリティの方を起用するとか、そこを大事にするっていう心は大事なのかもしれないけど、それでさ、マジョリティの人たちがさ、なんかさ、ね、もう結局最終的に批判につながったりとかさ、あの、そういう活躍する場とかっていうのが奪われてるんだったら、なんかもう本末転倒だよねっていう、そういう気がしてならないっていうところなんですよね。だからあれの意図ってほんとぶっちゃけ何なんだろうね。それをして何がしたいのって話だよね。もちろん社会で活躍するきっかけを作るためだったらっていうのでマイノリティを起用するっていうのはね、まあなんかすごくいいことなのかもしれないけど、なんかそれでなんか結構いろいろ淡くきてるんじゃないかなって、そんな気はしたりとかするんですけど、当たってなかったんだ。ね。まあ僕は、なんだろう。あんまりそういう実写系っていうのは、
まずそもそもね、アニメの実写とかっていうのが当たった試し、アニメとか漫画の実写っていうのがね、あんまり当たるっていうイメージを持つことができないから、そもそもあんまり見ないっていうのがあるけどね。だから、ライオンキングとアラジンを見たけど、まあ、アラジンはやっぱりもうそもそもアニメが素晴らしかったから、なんかすごい個人的には良かったけど、あれもさ、そのウィル・スミス自体のアラジンはすげえ良かったなって思うけど、なんかそのジーニーが普通になんか人間になってさ、恋愛をするみたいなところとかっていうのがマジでいらなかったなっていうのを個人的に思うよね。なんか余計なストーリー足したらダメなんだよね。だから、なんかいろいろ実写化をするんだったら、まんま再現しないとっていうのがな、余計なその、いろんなものを付け合わせたりとか、もともとなかった設定とかっていうのを付け足すから、批判が起きて、もちろんオリジナリティを出したいとか、アニメまんまじゃ面白くないとかね、それはそれで批判が出たりとかっていうのするかもしれないけど、でも、多分、一番いい評価を出すためだったら、おそらく、まあ、まず間違いなく、そのまま再現するっていうのが正しいんじゃないかなと思うかもしれません。だから、バイオハザードの実写なんかでもさ、アリスシリーズなんかっていうのもさ、もう後半に行くにつれて何なのっていうふうに思ったし、やっぱり一番人気の高いのは再現度高いアポカリプスだったよね。うん、シエンナ・ギロリーさんがさ、ジロの役やってみたりとか、あんなも最高だったじゃないですか。うん、みんなが知るところだと思う。いや、なんかイライラしてた。ごめん、関係ないね。そう。だね。でもまあ、ウェルカムトゥーラクーンシティなんかってのはマジでオワコンの映画だったと思うから、なんかね、続編やるみたいな、なんだったっけ、アンブレラクロニクルズっていうタイトルの名前でやったりとかするけどね、まあ、アンブレラクロニクルズ、アイプチが終わってる。おー、そんなん認めへん。ちょっと、アイプチしとけ。あ、ちょっと、すげえ。あ、そう、違う、見る角度によってあれか。あ、なんか、ただのでっけえ鼻くそが鼻の上についちゃったみたいな状態になってるけど。そう。ねえ。まあ、バイオが好きだからこそさ、早くいろんな作品が出てほしいとかさ、ついつい実写が出たら見ちゃったりとかするけどさ、なんかバイオの作品とかも、結局なんだっけ、アマプラで出た時に、ウェルカムトゥーラクーンシーとかも見てみたけど、いや、ほんと途中さ、後半の方とかひどかったもんね。なんかゾンビがさ、なんか洋館だかなんだか研究所だかなんか、だからさ、大量に発生するシーンとかあったじゃないですか。あんなのとか見た時にも、なんでこんなカメラワークっていうかさ、なんかもう光がダダダダダダダって現れてさ、なんかよくわかんない間にゾンビがなんか口果てていったみたいな、そんなシーンとかもあった。あれマジで必要だったのかな。普通になんか襲いかかってくる。それだったらまだバイオ1のさ、バイオ1の映画のさ、なんか地下に降りていく瞬間にさ、なんだっけ、地下に降りていくシーンがあって、で、そこで、ゾンビが大量発生して、なんか PJ だか CJ だかが出てきて、食われて、なぜかわかんないけど、パイプの裏に逃げ切ることができたみたいな状態とかを作ってた方が、まだね、見ててしんどくなかったっていうかね。うん。まあ、あんだけ囲まれた状態でゾンビが全然さ、だって頭の上でゾンビの手がさ、うわなってんのに、なんでお前食われねえのっていうふうに思ったもんね。普通に終わってるはずなのになぜか生きてるっていう。あれは面白かったけどね。うん。なんか知らない間にパイプの上に行くことができてたみたいな状態って。いや、やばい、だんだん鼻が詰まってきた。喋ってるはずなんだけどね。喋ってたらなんか、僕、鼻詰まりがひどくて、年がら年中鼻詰まってるんですけど、なぜかね。うん、で、まあ、大学生か社会人1年目か2年目くらいの時に行ったら、やっぱ薬の差しすぎですと、うん、ナザールっていうね、薬みんな飲んでたら、ね、鼻炎の人とか刺したことがあるかもしれない。それ刺して、そう、なんかね、大変なこと言っ、あ、じゃあ、その時はいいんですよ。ナザール刺した瞬間は、ぶっちゃけ効くから、待って、本当にメダルが見つかんねえな。そう。なんだけど、なんかね、ナザールの差しすぎで、ちょっと、逆に薬物アレルギーと、薬中になっているというふうに言われてしまったんで、まあね、しばらく薬を刺すというか、もう ほぼね、それを言われてからね、薬刺すの我慢してたんですよ。でも結局ね、鼻詰まり治らなかった。なんでかわかんない。もう鼻詰まりが治らなかった。うん。まあ、どっかでまたね、耳鼻科行かなきゃいけないのかなとかと思っても、しれっと10年くらい経っちゃったんだけど、ね、もうそれね、薬刺しすぎだよって言われてさ、薬刺したはいいもんね。さ、結局それで治らないんだったら、もうなんかね、薬刺した方がいいんじゃねって思ったりもするもんね。なんか高血圧の人がさ、高血圧の薬を飲まないと死んじゃうみたいな、そんな感じだよね。糖尿病の人とかもさ、まあ別に鼻呼吸ができなくなったら口呼吸すればいいだけの話なんだけど、でもやっぱりその口呼吸すると
臭くなるし乾いて気持ち悪いし、うん、まあ、虫歯になりやすくなっちゃうしっていろいろとねデメリットがあるから、やっぱり口で呼吸できるような状態っていうのを作っておく方がいいのかななんて思ったりはするけどね。はい、まあ、なんかいつもみたいにね、あのだんだんと雑談がね増えていっているような状況ではあるんですけれども、はい、まあまあそんなことも言いつつね、本当にねない、本当にない、どこ行ったんだろう本当にないな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、メダルがマジでないんだよな。あれおかしいな。トゥル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 ルトゥルトゥルトゥルルルルトゥ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 ルルルルトゥルトゥルトゥルル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 ルっていうのはいいんだけど、あ、これは飛ばないんだ、これはカッチカチだったな、これはカッチカッチ、で、そんなのはいいんだけど、そんなのなんかもなんか持ってる、見つからなすぎて、もうこれどっかでね、多分ね、あと敵を一体どっかで倒せばそいつがメダルを持ってるんだろうけど、その敵がどこにいるのかっていうのがわからない状態になっちゃってるから、あれマジでどこなんだろうな、わからない、辛い、安い、辛い、3拍子でお届けしてまいります。本当にどこだん、どこだん、この湯船で、美薬で、抵抗が高まったところで、女の子をここでキャッキャウフフ後ろから突きつけ、逃げられたつもりでお試しください。何を言っとんねん。はい、で、ちょっと待って、本当にどこに行ったかわかんないんだ、ちょっとな。ここにアイテム特にない。つらいね、ないね、どこだろうに。マジでどこ？マジどこ？わかんねえな。思い切ってめっちゃ戻ってみる？ここら、あ、なんか、なんだ、ただの長くて太い棒か。で、どうしたらいい？どうしたらいい？ここに入ったとて仕方がないしね。あんな中から敵がバンって出てきたらね、ほんとに、みたいな感じになるけど。そうじゃないしな。どう？いた、お前だ！あの野郎！いたわ。やっぱ戻ってみるべきだったね。やっと手に入ったわ。もうでもこれで終わりだもんね。うん、ラスト16枚。確か16枚だったよね。これ、この、いや、16枚で、あの、隠し武器が手に入るんすよとかって冒頭の方に偉そうに言ったけど、それじゃなかったら超恥ずかしいんだけど、大丈夫かな？いや、そうだよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。いや、あんな潜んで、てかもう誰もいなくなってんだからさ、もう最後の勇気振り絞ってさ、倒しに来てくれたらいいのに、なんかあれだろうね、多分ね、うわ、マグナム、でっかいマグナムを、引っ提げてる女の子がいるから、怖えーつって多分ね、なんか、ね、出てくるの、ちょっと怖かったのかもしんないけどね。あー、これで手に入ったわ。やったー。もう、やっぱりもう、早漏は乱れ打ちをするしかないんでございますよ。僕、治療だけど。あのバッグだった。どう必要ないけど拾っちゃったね。あ、リュウさんなんだ。ジャーキーン！リュウさんだ。とか、あ、なるほどね。持ってない武器の弾は拾うことができませんよってことですね。オッケーオッケーオッケー。で、違う。オッケーオッケー。で、オープンセサミすると、全部のメダルを集めたご褒美が待っている。大したことなかったけどね。はい。よし、じゃあ進んでいこう。なんとかなった。散らかったよ。なんかごめんなさいね。だらだらなんかもうね、人権のことだったりとか、なんか鼻詰まりが大変なんですわっていう愚痴ばっかり喋ってたような回だったかもしれないんですけれども、ようやくクリアすることができましたということで、ムービーを見たらね、一旦このパート終了としたいというふうに思います。まあ、特にね、集めるべきエンブレムなんかもね、ね、着々とね、進行中でございますんでね、よかった。はい、ということで、半年ぶりのおっぱい。違う、どこに注目してんの？横から見て父も、横父もたまらんよ。本当にただのエロ親父なんでね、どんだけ溜まってんだわしゃっていう話だけど、まあ溜まってるっちゃ溜まってるよね。うん。ねえ。さてさて、ピコ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 ということで、はーい。で、ついてる。こっちのデータも揃ってますね。はい。Why don't you call your boss? It's me, Sherry Birkin でございます。Yes, he's okay.さてさて、ずっと監禁されてました。本当に監禁プレイ、なんてご褒美なのかしら。All right. そういうことは考えられない、言えない人なんでね。
まあ、ホワイトということでございます。They're already here in China. さてさて、まあ、そんなことも言いつつ、まあ、気づいたらね、終わりということでございますんでね。まあ、またね、暑い日々続きますんで、皆さんね、ご体調には気をつけて、水分補給をまめにするのと、まあ、できる限りね、日に当たるっていうのはやっぱ、睡眠にはとってはいいかもしれないですけど、まあ、熱中症という意味では非常に大敵になってしまいますんで、まあ、程よく、太陽に触れながら、日々生活を過ごしていていただけたらというふうに思います。ということでね、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録ボタンもよろしく。またね。バイバイ。あ、ここに関しては。